こんにちは、榎本美沙です。今日は豆乳担々鍋を作りたいと思います。去年いろいろお鍋紹介したんですけれども、去年はキムチ鍋が人気だったので、今年はですね、ちょっと担々鍋にしてみたいと思います。豆乳を少し入れてまろやかに仕上げます。野菜もたっぷりなので、ぜひちょっと寒い時期にですね、作ってみていただけたら嬉しいなと思います。では材料の説明です。まず具材の野菜ですけれども、もやしとあとニラですね。だいたいニラは 3,4 センチ程度に切ってあります。そして豚ひき肉、長ネギ、生姜、ニンニク、それぞれみじん切りにしてあります。そして絹ごし豆腐ですね。そして豆板醤、中華スープの素、今回は半練りタイプの鶏ガラスープの素を使っています。ベイパーみたいなものですね。そして豆乳、ごま油、練りごま、オイスターソース、味噌になります。ではまず肉味噌を作っていきます。フライパンにまだ火はつけていませんけれども、ごま油ですね。そして生姜、ニンニク、そして長ネギを入れます。こちらで中火にかけていきます。はい、では温まって香りが出てきたら、今度はひき肉を入れます。豆板醤も一緒に入れていきます。こちらで炒めていきます。薬味ですね、ニンニクとか生姜は最初に炒めることで油に香りが移って美味しくなるのと、あと豆板醤もですね、炒めると辛みが立って美味しくなるので、このタイミングで入れています。はい、ひき肉の色が変わったらオイスターソースを加えます。はい、こちらで水分が飛んだら、肉味噌は、器にあげておきます。はい、ではお鍋を作っていきます。まず鍋に水、そして中華スープの素を入れます。こちらでまず煮立たせていきます。強めの中火にかけていきます。はい、では沸いたらですね、味噌と練りごまを入れていきます。こちらで混ぜていきます。はい、ここでですね、こちらベーキングパウダーなんですけれども、ちょっと裏技で、豆乳ってお鍋に入れるとモロモロとしてしまうと思うんですけど、ベーキングパウダーもしあればですね、入れていただけるとモロモロとしづらいので、今回こちらで入れていきます。もしなければないで大丈夫です。ない場合はですね、豆乳入れた後にボコボコと沸騰してしまうと豆乳が分離してしまうので、それを気をつけながら作っていただけたらと思います。こちらに豆乳も加えていきます。今回無調整豆乳使ってるので、ちょっと分離しやすいのでベーキングパウダー入れましたけれども、調整豆乳を使うと分離しづらいと思いますので、そちらも合わせて使ってみてください。でこちらにまず豆腐を入れていきます。スプーンですくいながら入れていきます。はい、そしたらですね、お鍋が温まってきたら、もやしとニラを入れていきます。はい、もやしとニラが少ししんなりしてきたら、こちらに上に肉味噌を乗せて完成になります。この肉味噌をですね、混ぜながら食べていただくととても美味しく食べられます。こちらで出来上がりになります。はい、こちらで完成です。はい、豆乳担々鍋の作り方いかがでしたか？締めは中華麺がおすすめですけれども、おじやにしてもすごく美味しいと思います。
野菜は今回もやしとニラですけれども、お好みのものでもちろんアレンジして大丈夫なので、例えばキャベツとかですね、すごく合うと思うので試してみていただけたらと思います。これからも季節に合った料理をたくさんご紹介していきますので、ご興味がある方はチャンネル登録していただけたら嬉しいです。